今週も始まりました、パチンコプレイガイド TV 増刊号。今回は前回に引き続きパチンコプレイガイドからデイ、パチプレフリー編集長のマングレー、パチプレ編集部員のギッシュ、この3人による実践です。今回の実践ホールはナサイナサ店。パチンコは4円、1円、スロットは20円と好みの遊び方を選べるスタイルとなっています。もちろん最新機種や話題の機種も取り揃えていますよ。はい、来た。まずはセイ、番長2に着席したセイ。朝からリセットを確認するも投資が18,000円に。ようやく初のいただきラッシュをゲットし、現在持ちコインは約400枚で、まだまだ勝負はこれからだね。四十男にもしっくりハマりますよ、このイケイケ感。さあバジリスクですけど、バジリスクのマックレーは投資4,000円で ASP をゲット。そこから初当たりも軽く順調にコインを増やし、現在約800枚と順調な感じで折り返し、この調子で後半戦は赤馬を揃えてよ。ハイくん目押しミス出して、まあまあとりあえず、ギッシュはボーナスは軽く当たるが、投資は1万円に。ようやく ART に突入するも断髪。持ちコインは約500枚。果たして ART を誘発連鎖させていけるのか。それでは気になる後半戦スタート。さあ、何事もなくここまで来てしまいましたが、僕にはあの潜伏したチャンス目上乗せがあります。2桁です、きっと、メイビー。はい、こんなところで登場するなんてやっぱ2桁やな。あれあれ、シルエットのまんまよ。まあ20ですよねまあ予定は未定というところでね、この20ゲームでドラマを見せます。ここから20ゲームノーカットでお送りしますよ。いきます。ああ、もうワンセットのパターンね、ありがとうおほら、諦めない、それが人生。じゃあここから50ゲームノーカットではお送りできませんので、すいません、はしょります。先ほど2セット目のいただきは50ゲーム何事もなくスルーしたんですが、まあ、その後回しておりましたら、もう前兆っぽい動きの中からいきなり次回予告、のりおちゃんとの紙相撲らしいです。行く先は多分ここでしょう。行きます。ちょっとかなり早いけど引き戻しだと思いますよ。ここテカッと行きます。はいはいはい、ありがとう。レギュラーからの昇格でしょ、いただき引き戻しでしょ、ジョーダンベルは、まあ、まだあれですけどね、いいやつだと思いますよ、いい子だと思います。後半戦ですけど、まず今当たれてる感じ、まあ、でも全然まだハマってないんで、海岸行くみたいな状況になってるんで、まだまだ全然期待できない。さっき三連ゼリーを引いて今20数ゲームなんですけど、副上ステージ入りました。でもこれはもうほぼ全長確定だろうと思うんですけど、その前の屋敷に入る前にステチェンの時に鼻水柄になったんですよ。
なんでこれもう間違いなく入ってると思う。小四郎を倒せ。花火柄小四郎攻撃の様を見せ。ありがとうございます。やっぱ軽いですね。バシリスクタイム。あとはレッサーズだけ。ここに決して一人を捨てる制圧。3発だ。まだまあ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 いいよ。まだあるまだ分かる。さあエンジンかかってきましたね。隣の人が今 ART を引いた後に、ビッグを引いたわけですが、1ゲーム目でなんとプチュンしましてフリーズが発生しました。でまあビッグボーナス中のフリーズは、まあ、エピソードビッグ発生のチャンスっていうところだったんですけど、あんまり詳しくちょっとどういう得点があるのか理解してないんですよね。多分これ狙っておけばルルーシュシーツーズガラが揃ってたんでしょうけど、まあ、ここからちょっと波に乗ることができたらですね、よかいいなと思ってるんですけど。作戦開始。まあ、仮にさっきのフリーズがループシステムなのガウェインなどの得点があるとしたら、このセットの継続バトルが肝ですよね。さあここですよ。私の指示にをリスこれね、もう格欲のシーン以外が出れば熱いですけど、これしか見たことないっすわ。残念。全てのクロノス。来た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 。お願い。まあできればループだってしいけど、とりあえずガウェインは確定。やばい、人生初のループシステムですわ。やべえ、どうしよう、トルコライス行っちゃったまあさっきのやっぱりフリーズがもう確定したのかもしれないですね。やばい、終日まで行っちゃいますか。すんません、本当よかったね、後半見せるって言ったでしょ。まんまいっちゃいますよこれ。でもね、あんまり調子に乗ってたらね、ループシステムも 2,3 回ぐらいで終わる可能性も十分ありますから。よくスロットでART が続いてると、たまには通常時を打ちたいっていうようなね、わがままな気持ちになる時もありますが、今からそういう気持ちになる予定です。完全に調子乗った自分が天罰が下りましたね。ループシステムが、3年で終わって、当然上乗せもほとんどしてなかったので、ART が全部8セットで終わりました。それちょっとテンション下がってますんで、たまには通常時を打ちたいというようなね、わがままな気持ちになるのもありますから、今からそういう気持ちになるようです。マジかよ。先ほどのいただきも2セットありまして、まあ、終わらせこそなかったんですが、まあ、無事に200ゲーム台一番ね、美味しいゾーンまで到達することができたんで、そして町子選手
ここでボーナスをいただきたい。お頼むよ。エストーリー、エストーリー、ありがとうございます。そっちか。いいんです、いいんです。じゃあそろそろ天下の宝刀を出しておきますか。まだあっちっちタイムにも行ってません。ちょっと期待できないかな。まあね、ジャクシェリー1個だけですもん。こんなに何も弾けない状況か、超万丈なんか俺弾けるんでしょうか。最強チェリーなんかにたどり着けるんでしょうか。ましてや絶頂ラッシュ、非常に普通の遊びやすいボス番長を楽しんでます。準備中で100枚超えました。168枚。単発で300枚ですよ。ビッグボーナスじゃないですかこれ。おっと、しかも1ゲーム目で、おっ、これ熱い。あの錦鯉だと熱いんですけど、しかもいっぱいいますからこれ。おっ、まあまあこれでしょうね。これフリーズですから。はい、やっぱり我が忍法ホッ赤です。激アツと申したか。どうしたんですか、どうしたんですか。全然聞こえませんでしたけどね。いやでもね、ちょっとね、バジリスクとか僕原作知らないんですけど、あんまり、まあ、ちょっとは勉強しましたけどね、みんなこうナイスバディじゃないですか。そうそう、エロいっすよね、あれ結構ね、いやいや、俺もね、あの前作売ってなかったんやけど、2売ったせてもらって、来たんだやっぱ。だから売ってられた。プリンプリンですよね。プリンプリン。で、あの、な、髪とか、そうそうそう、こう目とか、めっちゃセクシーやな。あんなもん、何どうすればいいの。あの、M 字開脚の、あの、あ、何でしたっけ、はいはいはい、名前。お姉ちゃんね。お姉ちゃんがいるじゃないですか。え、インディオブジョイトじゃなくて、あ、ほんま、ほんまじゃない。バジリスクのやつ。バジリスクの方ね。おこいさん。おこいさん。おこいさんっていう、あのキャラクターがいるじゃん。プリンプリンの。プリンってね。そうさ、あの、こう、カゴの中に、はいはいはい、子役が、みたいな。あの子は、でも、ああ見えても、あの、確か得意技が、チースって。へー、あれすみません、昨日仕入れたネタなんでちょっと定かじゃないですけどいやいや多分そうだと思う。原作ファンの人も見てるかもしれない、うん、すみません、本当原作知らないからちょっと。いやでも面白いらしいですよ、めちゃくちゃ。 で、ね、うん、でもほらバジリスクしかり、アタが打ってるコードギアスしかり、そうです、原作が大ヒットもんやない。そんな中やっぱこれ番長って、はい、やっぱりこのねパチスロのこのオリジナルキャラとして確立してるのはすごいよね。そうですね。まだ俺今日サキちゃんの下地1回しか見てないんで、どんどん見ていこうかな。
なんかちょっとエロくなってますよね、話がね。ほら、バック男優、バック男優のせいよ。男が集まるとこういう話しかしないですもんね。普段はしないよ。いやいやいや、俺とマングレの時なんか9割8分こういう話でしょ。何よ。俺とマングレの時は大体酒の魚はマーケティングの話よ。そう何なんですかね、ほんと。あだっす。あだっす。何も締めよう。あだっす。もうね、結構乗せましたよ。多分4、5個はストックしてるんで、この間にね、またループがね、行ってくれたら、まあ、ガウェインでもいいですわ。やっぱりね、ループシステムのちょっとなんか傷がね、癒えてないんで、ああいうの引いちゃうと、すぐこう終わったらピンクな店行こうかなとかいろいろ考えちゃうんで、そんなん考えてたら絶対ダメです。すぐ終わっちゃいますから。作戦開始。月下 ART。 さっき月下 LT 中にキョーベルを引いて上乗せしてさらにピンクっていう、もう最高のパターンでした。ダブル破壊はなし。チェックライト、攻撃よ。ねえ、敵をまんま攻撃するんじゃなく周りを燃やすっていうですね。あの蚊に刺された時に直接じゃなくて横を描くのと一緒です。違うか。さすがに。大変美しい。おかわりチャンスいただきました。おかわりチャンス。いや、もう ART 残りもうないと思ってたんですけど、勝っちゃいました。第一作戦でループガウェイン。本日2回目、ちょっとこの引きどうなんすかね。もう今度こそ満杯コース狙っていいでしょ。ピンクなお店行っていいでしょ。ランクの左に行く。作戦開始。いや、美しいね、このループ。ちょうど200のゾーンで抜けたらもうやめようかなと思ったら、レギュラーが引っかかりまして、ここの天国抜けたらやめときかな。ええか。え、来るか。はい、ヒートダーキーラッシュ初当たりやん。初めて見た今日。せっかくの弁当30っすか。ゼロもう一個ベリリリでいくじゃん。ね、やっと時代が来ました。おはようございます。もう午後ですか。おはようございます。何事もなく。ということです。まあ、ちょうどいいところで、やめやすいところで終わってますね。
200のゾーンを期待しつつ、引き戻しもあるかどうか期待しつつね、この200ゲーム台は濃いですよ。何が出るんでしょうね。見てみます。戻すんです。ちょっと待ってよ、まだゲーム数の解除の可能性もあるし、チャンメも教授も俺引いてますんで、もしかしたら公約解除もあり得る。ちょっとこの50ゲームでどうにかしたい。負債を攻めて取り戻したい。いやいや、トルコライスでしたね。すいません、約3時間後にトルコライスという言葉を口にしました。すいません。お、何か分かりませんか。ボス仕事が早い。ちょっと楽しんじゃった。そう、いや本当情けないぐらい乗せられない。ありがとうございます。このバカ女だ。普段出ない裏声が出てしまいました。すみません。押していい？押してもいい？ありがとうございます。長かった。海岸からも長かった。我が道具だ。決戦の時だ。バシリスク対。なかなかでもこの青背景ですから、そうですね。中。ちょっと今回長かったな。皆さん店での戦い、はい、さあ皆さんトルコライスは達成できたんでしょうか、はい、私聖から結果の方を行かせていただきます、はい、達成ならずですね。でもですね、もうなんとかあの200のゾーンとかああいうところで引き戻しつつ、追加投資なしに、うん、最後にちょっといただきの塊コーデス先生にいただきまして、うん、なんとか1100枚ゲットすることができましたので、うん、まあ、プラス200枚でございますよ、うん、ありがとうございます。買ったならいいっす。なんとかなりました。はい、
じゃあ続きましてマングレ、はい、大塩店の、1200万円、おプラスだな、2万円、素晴らしい、素晴らしい、いやね、やっぱね3万2000何万円は引けないですよ、引けるかそんな簡単に引けないですよ、ね、まあ周りもね結構出てるんですけど、さすがにまだ見てないですよ、でも初当たりも軽く、初当たりは軽いです、いわゆるなんかこう設定じゃないかって言われてる動きはしてるんですけど、まあ、ただねやっぱ単発も多いし、あ、なるほど、なかなかこの上乗せがなくて、僕ねあの結局あの赤バー揃えてないですよね、あ、なるほどね、一回チャンスがあったんですけど、はいはいはい、普通に目押しミスをして分かんなかった、そうです、揃ってたかもしれない、はい、いや揃ってたんですよ、あ、なるほど、揃うんですよ、ね、なるほど、うん、なるほど、結構ねこうダサい感じになってます、まあまあでも、そうですね、僕トルコライス好きじゃないんだよ、ここに来て梅ヶ谷餅が、なるほどね、確かに美味しかったけどね、さあ、そして月収3000枚ほど、いただきました、ありがとうございます、こちら1万円なので、だいたい5万パチプレポイント、なんやねん、いない、パチプレポイントパチプレポイント、パチプレポイント、かったね、まあ、トルコライスの方なんですけど、まあ、先週のオープニングで言ってました、はい、ループシステムとガウェンエアっていう、うん、これはゲットしまして、うん、1人で今焼き飯とスパゲッティをゲットしたんですけど、あら、カツ持ってないやん、カツがですね、やっぱりグラスチャレンジもあれ都市伝説ですよ、まあ、俺引いたことないですね、俺引いたことね、勝てばいい、いつにない満足感がないと言えるけど、ね、ちょっとなんかムカつきますよね、なんかイラってする、ちょっと僕にもこう素晴らしいください、素晴らしい長崎の景色素晴らしい、いつもこうやっていじめられてるんですよなんやねん、何やねん、まあでもほら不甲斐ないね、ループシステム、あんなに早く終わるんだね、2回引いたんですよ、うん、で4連と5連で終わりました、やっぱりこうお姉ちゃんのとこ行こうかなって考えちゃうと、うん、すごいお姉ちゃんとこピンクのお店ですよ、長崎にはそんなお店ありませんありませんよ、観光都市ですから、飲み屋さん、そういう意味、はい、願わくば電話で呼んでいただけるね、なんとかなるかなっていう今日多分ね、なんかねムラムラしてるはずなんですよ、みんな、そうですね、なんかそんな気がする、そこでもやっぱりバズってるマングレーでしかムラムラしてるんだ、それがあのおこいさん の, あの M 字解決、うん、全然見れないあれそうなんだ、ドフ出る前のブリンもあるんだよ、ブリンもありますけど、いやいや、まあまあとりあえずね、サインドプラスで終われたっていうことで、ありがとうございます、ありがとうございます、さあ、そしてね、番組なんですが、うん、このパチンコプレイヤーリリース番組、はい、なんで始まって1年ということで、もう1年経ってます、間もなく1周年迎えるということで、これも一人ね、皆さんのご視聴ありがたいですね、ありがとうございます、あの1周年記念して、うん、番組のね、ルールというか、番組運びというか、そうですね、企画内容、ちょっとなんか変化しちゃった、ほうほうほう、また来週から、再来週、次週挟みまして、また次の週ですね、うん、来週、再来週から、うん、ちょっとね、新しい企画で、うん、ちょっとお届けしていこうかなと、うん、なるほど、まあ、もちろんね、あのこの番組を目指してきました、あの勝ちにこだわるというシステム、うん、そしてね、あのマチプレといえば、プレイガイドエンデルス、そうですね、この辺もバンバン登場してきますので、うん、ぜひね、またあのこちらのチャンネルに合わせていただいて、番組見ていただければと思いますので、うん、ぜひ皆さん、楽しみにお待ちください。まあ、またね、機会があればまたこの3人でそうですね、ロボレスの話頑張っていきましょう、あるかな、あるかな勝てたらす、はい、ということで今回はこれまで、はい、また来週おやすみなさい、また会えるかな